ホモ・サピエンスの皆さん、トレーニングお疲れ様です。バズーカ・岡田です。先日ですね、X、旧ツイッターで、大会には勝てる体になるまで出ないといったような意見があり、それに対してですね、いろんなコメントがついて、話題になっていたので、私なりに解説したいと思います。これはですね、体づくりに関して有益な情報でもあると思いますし、ホモ・サピエンスを知るためにね、とても重要な ここととととななななんんんじゃいいいいいか思思っててお話ししたまますすサムさんという方がです、ね、こんなふうに述べています正直に言うと僕が大会へ出ていないのはまだ自分の体に自信が全くなく準備する期間がもっと必要だと思っているから、えー、そして出て結果が伴わなかった時に僕の発信の信憑性が落ちることを恐れているから今すぐ出ないのは逃げていると自分でも分かっている。 自分の中で満足のいく準備ができたら出るととうことをおおっっしゃっておりますでその次の投稿でですね自分の弱みを見せたくないから言いたくなかったけど少しすっきりした大会にすら出ていない僕が僕が偉そうに発言し発信しているのをよく思っていない方は多いと思いますが僕は大会出場者には絶大なリスペクトを持っています。 僕は僕が実践していること、僕が最適だと思うアプローチ,をアプローチ法を発信しています。なのでえ、気に入らないなら無視してくださいといったもので、えーまあ、とても、えー、好感の持てるコメントだと私は思いました。まあ、それに対してですね、えー、すぐ出た方がいいとかね、そういった意見があってですね、まずは、まあ、難しいですよね。えー まあ、x q ツイッターっていうのは思い思いにつぶやくところであってでも本来つぶやきっていうのは一般社会ではいろんな人に、えー、聞こえないわけでねでもこれはねどんどん拡散されるという、えー、アルゴリズムがありますからつぶやきじゃないんですよね声を台にして言っているということなんじゃないかなと思いますなのでいろんなコメントがついちゃうんですよだからコメントするまずね 何かここで述べるということは何か意見がつくということを前提にコメントした方がいいと。だから炎上もするわけですよね。でそしてじゃあコメントする人はどうかというとあるコメントある意見に対してコメントをしていい場なんだということであるとすれば、まあ、当然コメントをしていいわけですけれども。 相手がどう思うかということを考えるとね、コメントは選んでいかないといけないし、だから、まあ、炎上でいろんな問題が起きているわけで、何でもかんでも言っていいわけではないなというふうに思うんですよね。なので、まあ、これはサムさんの、えー、意見です。意見というかね、えーまあ、考え方ですから、これを否定的に、えー、否定的な捉え方。 をしたようなな発言は、まあ、やっぱり圧力を生むわけじゃないですかこれホモ・サピエンスなんで直接言語でやり取りしてもねそうじゃないこのテキストメッセージでやり取りしてもやっぱり圧力を生むんじゃないかなと思いますんで、まあ、否定するような否定とも取られかねないようなコメントのつけ方というのは、まあ、考えなければならないっていうのは まあ今回のパリオリンピックでもそうですし、先日のアナウンサー、女性アナウンサーの件でもそうですけれども、学ばないといけないところじゃないかなと思います。まあなんかね、ちょっと違うなと思ったときに、ボコボコにしていいわけじゃないということは、あるのかなというふうに思います。まあ、なので、えー 意見表明を、ね、あるる人がするそれに対して違う意見表明する時にはよく注意した書き方をした方がいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ私 YouTube でねいろんな人に絡みまくってるんでお前が言うなよというふうに思われるかもしれませんけれども、まあ、何か人間関係として大丈夫かなと思っている範囲で私もやっているんで、まあ、いつか炎上するかもしれませんけれども、まあ、一応気をつけて発言してるつもりではありますね。 で、このサム、えー、さんがですね、実際に勝てる体になるまで、まあ、勝てる体になるまでではないのかな、えー、なんていうのかな、満足のいく準備ができたら出ると。だから満足のいく準備ができるまで出ないというのは、まあ、これはどうなんだというところなんですけれども、まずサムさんは、どうもですね、 ジョ、えージ・常時メンズコーチの弟さんなんですかねちょっと分かんないんですけどまあ何かそんなこと見たような気がするんですよねだったらまあ本当に危機感を持ってやった方がいいよということで、えー、どんどん攻めていいんじゃないかなといううに思いますというのはね出ることで得られるものが多いというのは私自身も感じておりますので 危機感を持っているんであればね、さっさと出ていろいろ学んでしまった方が結果早く伸びるんじゃないかなというふうには思います。本当にね、大会に出るときに、やはりサムさんと同じように満足できる準備が完了するまでは出ませんという方見てきましたけれども、一方でね、さっさと出るという子たちも見てきました。さっさと出る子たちの伸び方は早いです。というのは、やっぱり大会に出ることによって、 あのステージ上でしか比べられない世界っていうのがあるんですよ真剣に大会に向けて何も皆さんが真剣じゃないわけじゃないですよ大会に向けてという意味で真剣にトレーニング食事をして最終調整日焼けも含めてね最終調整もしてそしてステージのライティングにさらされて審査員7人の目にさらされて初めて分かる世界があってその中で明確に自分の弱点を分析することが初めて可能になるんですよ。 それによって、じゃあ次の年は改善しようということがね、えー、かなり解像度高く分析できて実行できるということで、これで爆伸びするんですよね。なので、まあ出た方が早く伸びるっていうことを、まあぜひ、まあこれはサムさんというわけじゃないですけれどもね、どうしようかなと思っている人は参考にしていただきたいなというふうに、えー、思います。もう本当にね、うん、何ですかね、大会を 意識したトレーニングってのは本当に面白くて私も世界選手権前に足トレをやって世界選手権後に足トレをやる同じメニューであってもね生理学的な、えー 見地から見るとですね負担が全く違うんですよもう6分の1くらいの負担になったというね血液性科学的データが実は出たんですよ。ということで大会を目前私は大会経験者ですよで目前にしてる状態と終わった後ではもう全く違うトレーニングになってるということで大会を意識してないとこういうことになってしまって結局ね人生の中で筋肥大できる時間回数っていうのはそんな多くないわけですよ。例えば足のトレーニング週1回だったら,したらね月4回しかできないと。 年間48回しかできないんですよ。48回の制度が、例えば、じゃあ1回分を1しかできない人と、1回分を1.1できる人いたら、どうなりますかこれもう5年、10年したらもう全然違うんですよ。たった0.1、10%違うトレーニングをしたとしていたら、 もう5年後、10年後には、はるかにね、もう埋められない差が出てきてるんですよね、まあ。ということでね、ぜひさっさと出た方がいいということを、えー、お伝えします。そしてね、サムさん、えー、すごい、えー、インフルエンサーで、えー、今見るとですね、えー、5万人も、ね、フォロワーがいるんですよ。私とほぼ変わらないです。で、そういうね、えー、立場になってみると、 確かにね分、えー、かりますこの結果が伴わなかった時に僕の発信の信憑性が落ちることを恐れているからということを書いていてこれは私もねあの同じ思いは確かにありますだからどこかで証明しなければならないということでね、えー、常にやっておりますけれどもまあ何度か証明できたんじゃないかなと思うところがあって今はそういう思いはあんまりないですけどでもねやっぱりブザ、えー無様なステージは絶対にできないという思いでやっていて まあ勝つか負けるかはね相手次第なんですけれども中途半端な体では出らないというね思いがあってえ確かに怖い部分はあります私も最初にチャレンジする時にすでにねテレビとか出ていたんで結構なえ精神的な重圧はありました私はえなりには精神的な重圧を感じておりましたけれども私以上にですね私の知人のこの某このフィットネス界における某えー大きなね 企業の社長さんがですねすごく感銘を受けてくださってですねそれでこのその立場になってチャレンジすることは本当に素晴らしいということでさまざまなお祝いを、ね、してくれたことを思い出しました自分なりにはがむしゃらでそこまで分かってなかったんですけれども本当にいろいろ積み重ねてきた方からすると素晴らしいチャレンジだったというふうに評価してくれたのを覚えてますだからこそね得られるものも多いと思います えー、見られる選手っていうのは本当に辛い部分があると思いますけれども一方でね見られるからこそ、えー、得られるも、ね、のっていうのもありますんで、えーまあ、恐れるなというのは難しいですけれどもね、えー、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思いますサムさんの、ね、体を、えー、そんなにいっぱい写真載ってるわけじゃないんですけど十分でかいですよ十分でかいからもう出ちゃった方がいいんじゃないかなと本当に思いますよこんなにでかくない状態でみんな出ますよ だから本当にあのねちょっとこうパッと見,たで見ましたけどねえ僕も正直超完璧主義で少しでも思い通りにいかないと嫌になることはあるけどまあ全く違うコメントの書いてるんですけど でもまあ、完璧主義者でやっぱそうなりますよね。でも、勝てる準備をするっていうのは、やっぱ出,て出るからこそ分かるというところがね、ありますし、まあ、地方大会が始めていけば、地方大会からいきなりすごいレベルが高いってことでもないですからね、そこで優勝して次につなげていけばいいわけじゃないですか。ということでね、そんなに考えすぎずにね、好きな、好きなボディービルだったらね、出てしまった方がいいと。もう、ここにつきますよね。好きなことやらないっていうのは辛いじゃないですか。ね。 ということで、ポジティブに考えてもらいたいと思います。まあ、今回、体作りに関しても、ホモ・サピエンスの行動ということに関しても、大きな学びのあるコメントだったなというふうに思いますし、もうサムさんのツイッター、Twitter、見てると、すごいね、ポジティブで、いろんな情報を発信してくれてるんでね、えー、見てる人には、すごい、えー、いい、えー、ポストだと、いいアカウントだと思います。ここでね、大会に出て、サムさんが仮にね、負けることがあったとしても、きちんと仕上げていったんだったら、 誰もねそれはディスらないと思いますしディスるような人はサムさんの本当のファンじゃないんじゃないかなというふうに私は思いますんでえ大会の結果でね s a さんの価値は落ちないと私は思っております。大会に対してしっかりと準備をしてきちんと仕上げてえステージに上がるえこのことをねえ大事にしてほしい。 それを評価してくれる人たちと楽しくやっていただくことがいいんじゃないかなというふうに思いましたということでトレーニング楽しみ私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド研究開発を重ねてさらに進化いたしました全ての味で天然甘味料100%になりましたそしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしましたスポーツサプリメントでは初のあるグラスベット低分子ホエイペプチド そして筋合成のスイッチを押すロイシンなど筋肉にいいものしか入っておりませんさらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC バー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいておりますぜひチェックしてみてください